女医の話。水野仙子。私たちの話題がいつか妊娠ということの上に渡っていたときに、そのうちの一人の女医の A 氏は、黒い袴の紐に絡んだ鎖を手繰って、巧みな手つきで時間を見ながら、次のようなことを話した。女を診察するには、どんな場合にでも、妊娠ということを頭に置いてかからなければいけない。とはよく私たちが生徒時代に教えられた言葉でした。誰しもまさかと思うそのまさかが時々背負い投げを食わせますからね。少女でございますなんて口先の霊障を信じるほど医者はお人よしじゃないんでしょ。実験がだんだんお人よしじゃなくしてしまうんですもの。まさかの裏切り始めは、まだ私が学校にいました自分です。ある日のクリニックに、寄宿舎に出入りをしている洗濯婆さんの娘が、ちょっと綺麗な顔をしていましたよ。どっかのお屋敷に奉公をしてるとか言いましたが、父が腫れたと言って、おばあさんが非常に心配をして見ていただきたいと言うんです。ちょうど S 先生のクリニックの時でした。先生はさすがに躊躇している娘を差し招いて、おばあさんが脇からくどくど容体を言うのをふむふむ聞いてましたっけ。ふと口ひげのあたりに軽い微笑が浮かんだと思うと、周囲を振り返って、シュワガーシャフトって言うんです。ぐるりの目という目はみんな見合わして、みんな意外というような顔をしました。ドイツ語で妊娠ということだったんです。おばあさんはそんなことは知る由もありませんから、さも心配そうに先生に聞いています。先生ったらまた、意地悪そうにニヤニヤしながら、なあにお母さん、ちっとも心配することはないよ。薬も何にもいらない。湿布でもしておきゃ治っちまって言うんでしょう。ぐるりの低いところから高いところから、たくさんな女の目が自分一人に注いでいるので、それもきっとある憎悪と蔑みとが感じられたんでしょう。A 氏はここに嫉妬という言葉を入れるのを忘れた。娘はやがて耳を赤くしてしくしくと泣き出しました。するとおばあさんはまた娘の背中を撫でないばかりに、この娘は昔から気が弱いものですから。なんだか気の毒になりましてね。笑うには笑われず、つくづく娘の顔が見られましたよ。まだ18ばかりの何にも知らないような顔をしてましたっけのに。それから私が実地の試験準備のために W 先生の医局にいた時のことです。ある晩、患者の家から W 先生を迎えに来ました。あいにく先生は往診に出ていて不在でしたから、そう言って返してやると、おっつけまた使いが来て、なあに誰でもいいから来てくれと言うんです。その晩医局には私と同期生の H さんとだけでしたが、H さんの都合も悪くて私が行くことになりました。患者というのはある軍人の未亡人で、相当な地位にあった人でした。いずれ婦人科の方には違いありませんが、その織物の中に小さな塊があるんです。
それがどうしてもなんだか判断がつかなかったので、懐紙に包んで持ち帰りました。やがてお帰りになった先生に見せるとどうでしょう。それは流産だったんです。あの時は W 先生も驚きなさいましたよ。まさかと思ってたのにねって。私もなるほどと思いましたね。女を診察するにはどんな場合にでも妊娠ということを念頭に置かなければいけない。こんなことを言ったら純潔なあなた方は侮辱されるようにお思いでしょうけれど、私はもう女によって女を侮辱されるになれました。聴診器を握ったら病原を知って適当な薬を調合すれば私の任務は終わるんですからね。患者の境遇を忖度したり、いちいちいかがわしい病気に腹を立てるようなバカはしません。それでも青い顔をして肩で息をしながら、産褥にいるうちに夫と別れたんだから妊娠するはずはありませんなどと言われると、だってもそれ現在お腹の中にピクピク動いてるじゃありませんかと少しは強く言いたくなりますね。ええ、そんなのが一度来ましたよ。自分じゃ長慢のつもりでいたらしいんです。そうそう、これは学生時代に S 先生が話したことでしたが、某管理の夫人がお産をして1週間目に夫は台湾に赴任したそうです。すると夫人の日立ちが良くなってくると同時に、だんだんお腹が大きくなってきたので、親戚の者が気づいて大騒ぎをやったあげく、ことの次第を報じてやると、間もなく夫からは心配するなという電報が来たそうです。この話を聞いた自分には、私も奇跡を聞くような気がしましたっけ。自然というものは時々皮肉ないたずらをやるものですよ。うんぬん。私はただ A 氏の話を述べただけにとどめよう。これらの話にいたずらに眉を潜める人と、ある儚さを組みうる人とは、そのおのおのの境遇に伴う心持ちによって分かれるであろうと思うから。